接続助詞とともの総整理です。文中で接続助詞があれば、その直前は主に用言です。用言とは覚えていますね。動詞、形容詞、形容動詞のことですよ。そして、その接続助詞の前と後ろとをつないでいるわけなんですよね。接続助詞は文と文とをつなぎます。 接続助詞は、その前後の文がどのようにつながっているのかを示してくれる大きな力を持っています。ということで、やはり読解で非常に重要な役割を果たすんですね。さあ、今回の接続助詞、とと、ともですが、接続をよく見ていただきたいと思います。接続、つまり接続助詞の直前の語の形 ですねはい、接続助詞「とともの」意味なんですが大事なものは一つです逆説の仮定条件たとえ「何何てもの意味を持ちますさあ「とともの」直前の要言の形は終止形ですただしこのと「とともの」直前の語が「 形容詞型の活用語であれば、終止形ではなくて連用形になります。また、打ち消しの助動詞図、皆さんよくご存知だと思いますが、この助動詞図が出てきたときにも、その図の形は終止形ではなくて連用形なんです。ここで皆さんが引っかかるのが、やはり形容詞型の活用語という言葉でしょうね。 えー、助動詞の学習をする中で例えば「べし」などでらへん型の活用語という言葉が出てきましたねその時具体的に「らへん型」の活用語が何か助動詞「べし」の動画の中でお話ししていました。今回も同じです。形容詞型の活用語それが具体的に何かを今ここでお伝えしたいと思います。 まず一つ目は何といっても形容詞です。形容詞、区活用と四区活用がありましたね。それぞれの活用、今スラスラと言えますかちょっと忘れてしまったなという方は注意してくださいよ。今ここで動画を一時停止にして、形容詞の活用の表を見てもらってもいいくらいです。だって、 形容詞型の活用語というわけですよ形容詞の活用とよく似た形をしているから形容詞型と呼ばれるわけですよね。では元になった区活用、四活用の形容詞の活用がわからないとこの後の勉強もなかなか身が入らないと思いますよ。さあ大丈夫という方のために続きをお話をしていきます。次は助動詞です。 5つあります。たし、べし、ごとし、まおし、まじ。この5つは、苦活用・宿活用の形容詞とよく似た形で活用します。これらが形容詞型の活用語なんです。ととともの上にこれらの言葉が出てきていたら、それは終止形ではなくて、連用形が使われているんですよ。 では例文をここで挙げたいと思います。用ありて行きたりともそのことはてなばとく帰るべし。とと友の学習においてこの例文はよく出てきますね。出典はつれづれぐさです。書いた人物ははい吉田健幸でしたよね。品種分解してみましょう。用ありてゆきたりとも そ「そのことはてなば」なば「とくかえるべし」「世をありて行きたりともたとえ用があって行ったとしてもそのことはてなばその用が済んだならばとくかえるべしすぐにかえるのがよい」「長いは無用を」ということですね。 さあせっかくですからこの今の例文このまま終わらせるのはもったいないですね復習ポイントをお話ししておきますよまず接続助詞ですが「とも」だけではありませんよねそうもう一つ接続助詞が使われていますそれは「ば」ですならばの「ば」ですね もしを補うことができますよねもしその「用」が済んだならばと解釈することが可能です。さあ「場」は「依然形接続」と「未然形接続」がありましたがこの「な」はどちらでしょうかでも もしないなにならばと訳せるんですよね。ということはこのばの直前のなは未然形のはずですね。ではこのなは一体何の未然形でしょうか。はいこのなは官僚の助動詞のぬの未然形なんです。だって完了でしょ。ないなにしたと訳すでしょ。 そして、発という言葉があることからも分かりますが、すんだのだとしてつながってきますよね。それからもう一つ、べしです。この助動詞のべし、たくさんの意味を持っていることを皆さんもう知っていますね。べしはね、助動詞の種類としては水量ですが、その中に意味をたくさん持っていて、今回は、てきと 何々のが良いの意味で使われていますよさあ助動詞まだもう一つ残っていますそれはよありてゆきたりとものたりなんですねこのたりははいもう皆さんのお勉強も進んでおられると思います官僚の助動詞のたりですね何々したと訳しますよこのように 接続助詞をきちんと理解しようと思うならばやはりどうしても文全体を正確に訳すことを求められますそれにこれまでも何度も申し上げていますがなぜ古典の文法を一つ一つ丁寧に学んでいるかというと最終的に初めて見る古文の文章をすらすら読めるようになるからなんです 文法問題は得意だけど、どうも読解では何も訳せない、思うように読み進めることができない、という悩みを抱えている方は、このしっかりすべて訳すということをおろそかにしている可能性が高いです。しっかり訳すと一口に言ってもなかなか難しいですが、基本は守れば大丈夫。まず、品質分解していますかなんとなく読めるから別にいいか。 と思って書かなくなってしまった時が落とし穴ですねそして一つ一つの接続言葉のつながりを考えながら文全体の訳をしようといつも心がけていますか特に文法の問題集などでは例えばね今接続助詞のととともの学習をしていますがこの直前の言葉 だけに焦点が当てられていて全体を訳すことは求められていなかったりしますそれはあくまで文法の問題集だからですでも考えてみてください文法の問題集であったとしてもきちんと訳が書かれていますよねそれもすべての例文のということはやはり皆さんのゴールは全文訳ということですさあもう一つ例文をご用意していますよ頑張りましょう 恥に望むというとも怒り恨むることなかれこれも先ほどの文と同じ吉田健康のつれづれ草からとっています。恥にむむというととうも怒り恨むることなかれ先ほどの例文と同じく「友の直前」はそれぞれ終始形の語になっていますよ。 恥に望むというとも、たとえ恥を書いたとしても、怒り、恨むることなかれ、怒ったり、恨んだりしてはならない。なるほど、一体これは何についてのお話なのだろうかと、興味を持つ方もおられると思います。これね、お金の話なんです。たとえお金のことで恥を書いたとしても、怒ったり、恨んだりしてはならない。 こののの文が出てくるつれずれ草の中の段吉田健光自身のセリフではありませんで健康がある人が言っていたことをそのまま書き起こす形で引用して書いています。それはとある大金持ちのセリフです興味のある方はね是非「ぜひつれずれ草」の第217段を読んでみてください。 さあ友の前はしっっかり終止形になっていますねそして「なかれ」ですがこれある語の命令形です気づいていましたかそう「句活用の形容詞なしの命令形」です。形容詞の活用には句活用と四九活用がありましたね。それぞれの活用スラスラと言えますか そう、普段からスラスラと言えていないといざ文中で出てきた時に気づくことができませんこれがなしの命令形であるということがわからなければすぐに訳すこともなかなか難しいと思います。接続助詞は文全体ををつなぐ役割を持っています。ということはその前後をしっかりと訳す力があってこそですさあ ととともたとえ何々てもというふうに逆説の仮定条件で用いられます実はね、他にも意味があるんですがそれは室町時代以降の用法だったりしますので基礎的な古典文法の知識としてはここだけで十分ですととともは終止形に接続しますが形容詞型の活用語には連用形で接続します さらに打ち消しの助動詞図の時にも連用形で接続しますよ。接続助詞と友の総整理、以上です。